るところに羊飼いの兄弟が住んでいました。今日もすがすがしい朝だな。わあ、兄さん今日もかっこいいな。こんな兄さんがいて本当に僕は幸せ者だ。いやー、蜂が、蜂が。任せろチャーリー、男は危険を冒して強くなるんだ。俺は狼だって恐れないぜ。え、兄さんは狼退治したことあるの？まあな、だから心配いらないぞ。かっこいい、じゃあ安心だね。兄弟は食料を調達に村の市場に出かけました。これとこれとそれもください。あなた聞いた？隣村の羊飼いさん、狼に襲われて半年入院生活ですって。え、やだ、怖い。この村がやられてしまうのも時間の問題かもしれないわね。チャーリー、ぼーっとしてどうしたんだ？さっき村の人がこの村にももうすぐ狼が来るかもって噂してたんだ。へでも大丈夫だよね、だって兄さんがいるんだもん。兄さんは狼なんかに負けっこないもんね。うん、まあな。よかった、じゃあ帰ろ。ある夜のことです。兄さんは何をしているんだろう。え、どういうこと？今夜の食事になるのはどいつだ？ここにいる羊たちを差し上げます。まだ肉が柔らかい子羊を用意しました。もうこの子たちが最後の子羊なんです。どうか今後は見逃していただけませんか？羊が用意できないならお前を食うぞ。ひぃ、それだけは勘弁してください。明日は今日の倍の数の羊をあなたに差し上げます。どうかそれで許してください。すべてだ、飼っているすべての羊を用意しろ。そうしたらもうここに来る理由はねえ。チャーリー、見てたのか。俺、本当は明日には全部持って帰れちゃう。そしたらこの家は終わりだ。に、兄さん、止めたくないけど兄さんはダメだ。僕がやらなきゃ。スペンサー、狼は明日の朝にまた来るって？うん、羊全部あげていい？いいわけないでしょ。いい考えがあるよ。え、何？スペンサー、僕の言う通りにしてくれる？翌日、約束通りに狼をやってきて、スペンサーに羊を催促しました。狼さん、特別なものをご用意しました。羊よりもいいものをお渡ししましょう。こりゃうまそうだ。早速食ってやる。来るなら来い、受けて立つ。スペンサーは体を張って羊たちを守ろうとしたチャーリーを誇らしく思い感謝しました。チャーリー、本当にありがとう。お前がいなけりゃ僕は。僕だってスペンサーがヘタリ野郎じゃなかったら勇気を出すなんてこと一生なかったよ。その後、二人はお互いに助け合いながら愉快に暮らしましたとさ。